リババシア・マドリードは、スペイン・マドリード州にあるムニシピオ。ハラマ川とマンサナーレス川の合流地点にある。マドリードの中心部にあるプエルタデルソルより、約1 5トル離れている。マドリード、サン・フェルナンド・デ・エナーレス、アルガンダ・デル・レー、サン・マルディン・デラ、ベガ、メホラ・ダ・デル・カンポ、ベリラ・デ・サン・アントニオ、ヘタフェと接する。1845年。 リバスとバシアマドリードの二つの自治体が合併し、リバスでラマという一つの自治体となった。この新しい自治体、の人口はまばらであった。スペイン内戦期、ハラマ川前線の戦いの舞台となったため荒廃し、フランコ総統独裁時代の1954年に、リババシアマドリードと解消し、復興が進められた。リババシアマドリードは、 社会学観運転からも珍しい都市である。1980年にはちょうど人口が500人だったのが、今日7万人に達している。1980年代に建設された新しい地区は、最初はスペイン労働者委員会やスペイン共産党、次には労働者団体ユーグッド、スペイン社会労働党と結びついていた。ありがとうございます。